どうもスペシャンでーす。どうもヨシンです。ジグロです。よろしくお願いします。お願いします。今回熊本でありそうな、まあ、なさそうなロッチなんだいクレーマーをですね、オリジナルで、うん、まあ、今回、ジグロがクレーマー、クレーマーで俺があの店員役やるんで、うん、クオリティは低いかもしれんけどもうぜひあの最後までご視聴お願いします。お願いします。熊本版クレーマーあるある、いっとーだー。あーなんだよワンオー、なんとも言えん感じが、あーちょっと出ませんでよ、マジでなんかはいはいはい、あんちゃん、はい、あたんとこのたい、はい、キャベツは凍ったもんね、さっき、はい、あはい、色がいかん、あどげんすんのよかったのかね、うん、何を買われたのでさ、はい、ちょっと奥話しおけんださ、はい、そうもうちーっとこう黙っとらんがね、はい、うん、はい、で、なんてなのなんてな、お客さん何を買われたんですかね、うん、キャベツだ、キャベツ、キャベツ、あたんとこのキャベツ、特売日で通ったもねえか、あキャベツです、特売日ってデコデコと、はい、あキャベツこもしてこもして特大で買ったもんね、キャベツ、あお客さん、あキャベツですか、うん、キャベツ、うん、今日は鍋ばしようと思っとたばってんが、あできんたいね、この色じゃ寒いですもんね、寒、うん、かもねえや、うん、あとはほい取りに来なっせはよ、あ新しくやつは3つぐらい4つぐらい持ってきなっせ、あはよ、はあのそのキャベツを買われてキャベツがどうなったんですか、なんてな、キャベツを買われてキャベツがどうなったんですか、なんてなんて言うとんな、これどうかばいなあ、キャベツを買われてキャベツがそのどうなったんですか、なんかどーんとつけみにゃーいろしょってあんちゃんは笑いよっとだ、それ真剣ばいこっちはなあ、はい、うん、責任者は誰です、責任者は、あ自分が責任者、上も上も待ってん、まだ何時かい、夜中の1時ばい、おらんとな、私しかいないんですよ、おらんとな、はい、じゃあよかった、うん、ちなみに夜中の1時で鍋をしようと思って、そうたい寝れんもんこっちから、ああ血圧上がっちか、あんま飲むならいかんって言われたもん、こっちは病院からあんま飲むならいかんって、ああそうなんですね、だけんキャベツば食うならよかって言うなはったけんが、はい、切ったたいこっちはキャベツば切ってたい、はい、うん、食べようかねーってルンルンしとった、はい、キャベツ、あ、切られたんですね、そう、どつけばいいな、食べられたー、こんな子で、はいはい、うん、あ、18円のキャベツば買っちか、キャベツ切ったら何があったんですか、そこをちょっとなんか詳しく聞きたいんですよね、はい、あ、はい、何ですか、こう、なんちゅうだろう、なんかこう、嫌いかもしれないな、何ですか、うん、シャキシャキしゃべれ、何ですか、シャキシャキ、うん、はい、シャキシャキ喋ってもらっていいですか、はい、はい、あの虫がお、え、虫が、虫ですか、虫が怖かったんですね、虫が怖かったったよ、私は、ね、昔から、そうなんです ね, ですね、うん、お客さん、あのちなみになんですけども、虫が怖かったよ、ちなみになんですけどもな、ここあの本屋なんで隣スーパーです、あ、はい、すいません、じゃあお切りします、あ、すいません、はい、どうも。